ある日森の中熊さんに出会う。あ、こんにちは。今日はね、月曜日ちゃうわ、日曜日か日曜日、もういつか分かる。はい、今ねトロピカルフィッシュ佐野さんのとこに行って、なんとオスカーのロングフィンオスカーを岩手県まで送りました。はい、セパレートしててね買ってたんですけども、アロワナ水槽のとこね、やっぱりセパレート外して入れてもやっぱりねちっちゃいんでね、いじめられるんですよね。甘噛みしてるんか知らんけど、ちょっとすり減ったりするんで、もしかしたら逃げ回っての怪我かなと。見てないんですよ、どうなんかね。で結局もう入れるとこがないので、もう全てが60センチぐらいの魚じゃないと入れないんだ、ここねということで、ダトニュー引き続き、オスカーもなんと岩手県の人がヤフオクでね買っていただいてありがとうございます助かりました。今からね、ちょっと今暇なんでね、お話をしようかなと思っております。今どこに向かっているかというと、ピラルクがいてるというふうに、今昨日ジモティでね、ピラルク欲しいなと、ピラルク欲しいんですけどっていうコメントしたら、いてるとこありますよ言って、今向かってるのがエグゾチックアフリカですわあそこはね、ちょっと撮影が禁止なんで、なかなか寄りつけないというか、はい、前は行ってたんですけどね、昔も淡水泳買ったりしてたんですけど、私はここでね、結構デカになりましたけど、熱帯魚なんですけどね、僕ら撮影がちょっと禁止なんで、あまり寄りつかないということです、はい。でも今日はね、そこにいてるということなんで、まあ今いてるかどうかわからないんですけどね、電話もしてないんですけど、ちょっと今日は暇つぶしというかね、めったに外出ないんで、もうまん延防止なんで、ちょっと車で行って、一回行ってもうそのまま帰っていこうと思ってます。ピラルクをね、今うち1500の750の、奥行き750しかないんですよ。レッドテールとアロワナ交流ね、ジャイアンです。はい、それとスネークヘッド、みんな60センチ級のやつが入ってます、3匹ね。そこでね、ピラルクを買おうかなと思ってるんですよ。はい、アンチコメントよろしくお願いしますじゃないけど、アンチは嫌なんでやめてほしいんですけど、前も言ったんですけど、レッドテールキャットもそうなんですけど、1500水槽とか1200水槽では買えないとね、買えない派の人がいっぱいおるんですよ。ただね、その買えない派の人がどこまで自分が飼育したのかというのが、疑問なんですけども、想像で言ってるのか、途中で断念した人が言ってるのか、まあ何が言いたいかというと、成長が止まるんじゃないかと私は思ってます。何を根拠に言ってるんかといえば、うちトロピカルジャイアントガーがいてるんですよ、家にね。ほんで普通の、スポッテッドガーもいてるんですけど、2匹おって1匹はそれがね、もう何年も同じ大きさで、奥行きは600の1200の水槽で飼ってるんですけど、もう何年も飼ってるんですよ、大きくなってないです。はい、トロピカルジャイアントガーの例で言えばですね、止まっております。はい、奥行き600なんで、綺麗に横に並んだ時に600ないんですよ、55ぐらいで止まってます。はい、必ず5センチぐらい空いてますから、こう U ターンした時ね。で1200水槽で、もう小型水槽で飼ってるんですけども、トロピカルジャイアントガーって最初言うてませんでした、みんな前に。あんなもん飼われへんでと、アリゲーターガーみたいなもんやでと。まあアリゲーターガーまでいかへんけども、アリゲーターガーもそうでしたよね、1200水槽で飼いたいですけどとか言ったら、もうアンチコメントとか、いろんな、なんちゅうの、ヤフーのなんか知恵袋とか、なんかいっぱいありますやんか。そんなんで結構炎上するでしょ。熱帯魚グループでも炎上してるの見たことあります。うちのグループちゃいますよ、うちも熱帯魚グループやってますけど、よそのねグループの方で、僕は今入ってないですけど、前入ってたんですけどね、ちょっと喧嘩が多いんでね、見てたら嫌だったんでもう退会しましたけど、うちは喧嘩がないんですけどね、グループはね。そこでもやっぱりね、ちょっと小競り合いがある時もあるんですけど、そのレッドテールキャットもそうだし、ピラルクなんかも、もう特にそうでしょ。ほんで前はアリゲーターが、今はね飼えないんであれだけど、持ってる人がそうなんですけど、成長がねやっぱり止まるっていうのは止まってると思うんですよ。ほんで前にね、止まるやろとか言ってくれてたんですけども、社長が言うのがほんまかなと思ってるんですけど、はい。ただアンチコメントする人が、その水槽をねはみ出すまでとか、飼ったことあるのかなというのが疑問なんですよ。
ただちょっとね、盆栽飼育でその影響に悪いって言うけども、うちのトロジャン見たらずっと健康なんですよ。で、説では大きく、まあ、ピラルクで言いますと、背中が曲がってくるとか、成長を妨げるんで死んじゃいますって書いてるんですよね、結構見たら。やっぱり調べ倒すんですよ、私も。それはどうなのかなと、ほんまにあるのかなと。錦鯉とかでも、60センチ水槽で飼えるんですよ、実は。ね、90センチ水槽でも、その水槽に合わせて、もう成長が止まるんですよね。で、もう背中が曲がるぐらいまで、パンパンになるようなことはないんですよ。どうですか、皆さん。ピラルクを2メートルの水槽にしたら1メートルにはなると思います、ピラルク。それはもう誰でも思います。3メートル水槽に入れたら1メーター超えると思います。ね。アマゾン川やったら4メートル超えると思います。池でやったら2メートルぐらいになると思います。ですよね、皆さん。そこは合ってますよね。そういう映像ももちろん見てますよね、皆さんね。プールで飼ってるとか、かなり大きな水槽で飼ってて、バコーンっていう、ワンちゃんはピラルク、ほんで水族館、須磨水族館、あんな風にするから大きになるんであって、ただうちの1500水槽で、実際僕がですよ、皆さんがちょっとね、何人か知ってくれてる僕が、今からちょっとピラルク見に行くんですけども、ただ稚魚はいらんですよ、もう死なしたらかわいそうなんで、僕自信がないので、10センチとかで今ヤフオクで売ってるんですけど、もうそれはちょっと怖いんでね、皆さんみたいに慣れてはったらいいんですけど、もう10匹20匹飼って1匹残すようなことは要しませんので、ちょっと制御というか30センチか40センチぐらいのやつを欲しいなと思ってます。はい。で、今おるんかなと思ってますけど、ヤフオクでね、38センチのやつもいてるんですよ、1万8000円ぐらいで。それもええなと思ってるんですけど、まあ、今回申し訳ないですけど、実験をさせていただこうかなと思ってます。はい。最後まで買うつもりはありません。はい。ここもアンチが言ってると思う、いると思うんですけど、最後まで買うのが、アクアリストのなんやかんやとかね。もうそれは違うと思います、俺はね。最後まで飼育するのはもちろんでしょ？生きてるうちってことでしょ？ただ、死ぬまで飼うのがほんまのね、それだけじゃないと思うんですよ。途中で売ったりしてもいいんじゃないですか？はい。人に渡しても、譲っても、売っても販売しても。ね。自分が飽きて、そこで人に売って、その飽きてない人が、ドキドキしてね、新しいものを買う。ね、大きなった方が欲しいっていう人もいませんか。だから僕はもう一概にそのアンチコメントの人にアンチを言いたいんですけど、ね、僕も今買いに行くのは40センチぐらい人が買ったもんですよ。ね、生まれたてのこんなんじゃないですから、それが欲しいんですよ、私は。ほんでピラルクの3、40センチにときめいてるわけですよ。ね。だからその辺をよく考えたら、そう思いませんかっていう話なんですよ。私は止まると思います。はい。泊まるに原平に5000円です。5000点です。感動。1年ぐらいで70センチぐらいになると思うんです。1年経たないかもしれないですね。70センチぐらいになって、うちの水槽が75なんですよ、奥行きがね。75になったとしても、まだ柔らかいから動くでしょ。横1500あるんで、まだ回れますよね。で、それをかわいそうやと思うの。それはもちろん川なんかに、アマゾン川にね、比べたら、どれもかも、これもが盆栽飼育ですよ、私から見ましたら。ちゃいます？ね、池やら、そんなに比べたら、そういう水槽自体がもう盆栽飼育なんですよ。そうですよね、皆さんね。全てが盆栽なんですよ。アロワナを1500ぐらいの水槽で私も買ってますけど、あれ自体がもう盆栽なんですよ。そうでしょ？池でほんまは飼ってるもんなんですから、インドネシアなんか行ったら池でね、飼育してるんやから。それは大きなところで泳がしたいのが夢ですよね、誰でも。それは。でも自分の家の事情とか、会社の事情とかね、お金の事情とか、いろんな事情をクリアしながら熱帯魚をみんな飼ってるわけでしょう。金魚にしてもね、狭い方がいいかもしれないし、ね、もちろん大きいところにいっぱい入れるのがいいかもしれない。でも大きい、お、いっぱい入れたりいっぱい入れたら喧嘩もある、ね、病気もする。もうそれがほんまにいい飼育なんか言うとは分からないですよね。追っかけ回す時もあるでしょ。ちっちゃいグッピーでも喧嘩するしね、交尾もするし、何言ってるか分からなってきたけども。 今もうすぐ八尾のね、八尾に入ろうと思ってますから。ということで、いっぺんね、まあとりあえず行ってきます、今からね。
エグゾチックアフリカに行ってみますということで皆さん、まあアンチというかね、やってもないことを語るのが、私はもう空手でもそうなんですけどね、仕事でも何でもそうなんですけど、嫌なんですよ。嫌なんだし、言われんのも嫌なんですよ。仕事上でもなんか結構アドバイスするけど、あんたやったことあるのという人が多々多いです、はい、それはやったらあかんと思うでって言われるんですよ。思うでって思うんですよね。思うでじゃないやろっちゅうね。やったやったらやった、それなりのことを語ってくれたらいい人なんですけど、それはあかんと思うで、できへんでって言ってる人に限って出世してないです、はい、それは出世しませんよね。全部想像で終わらせてまうんやからね。やることもない、することもない、したこともないのに、ね、夢ばっかり追いかけて結局はできない人の方が多いんで、僕は当たって砕けろ精神です、はい、そして失敗はもう自分の勉強やと思ってるし、ね、失敗こそが成功のもとやと思ってます、はい、何言ってるかわからなってきましたけど、ね、失敗を恐れてやってたら僕なんか空手道場なんかやってないですよ、はい、では行ってまいります。で結局おらんかったりしてね、まあ、おらんかったとしてもこの動画上げますんで、まあ、考え方と一つね、見てください。ラジオ代わりに聞いていただけたら。だからこの映像を流さないかもしれないです。アンチと喧嘩しよう思ってんちゃいますよ、はい、ただね、アンチの人もちゃんと、ほんまの経験上のアンチだったらいいんですけど、ほんまにね、おるんですよ、ほんまに。まあ、コメント欄見てたら分かると思うけどね、いろんなとこでいい人もね、いい人でもそのアドバイスくれるんやけど、そう思いますよっていうことの方が多いんですよね。結局私もやってますけどっていう実践の経験のコメントっていうのはやっぱ少ない。意外とね、実践してる人の方が言わないと思うんですよね、うん、まあそういう話でした、はい。雨の中ね、まあカメラは固定しておりますので、皆さん心配なくアンチ言わないでください。このまっすぐ行ったらね、あ、これですわ、キングコングさんがあります、はい、はい、皆さん到着しました。エクソチックじゃ終わった言われへん、アロアナです、アロアナちゃおうよう間違うね、アフリカです、アフリカにやってきました、はい、中がね、撮影はもうできないので、ご遠慮ください。念願の、はい、買いました、じゃ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 ーんですよ、やりましたよ、とうとう。では帰ってから開封動画撮りたいと思います。あ、すごいですね、一番でかいピラルクで6万8000ぐらいで75センチぐらいに折りました。75センチであんなもんなんですね。思ったんは、ピラルクのね、感想ですわ、目の前で見てね、須磨水族館で見るのとはまた違って、稚魚のね、稚魚っていうか、まあ、ちっちゃいサイズのピラルクをまじまじで見たん今日初めてなんですよ。実は前に佐野さんのとこにおった時に一回見たぐらいなんかな、昔ですよ。そんなもんかな、あんだけいっぱいの数のピラルクを見たん初めて。そして40センチ50センチ60センチぐらいとな、バラエティにいました。一番でかいのが1匹だけね、75センチぐらいのがおって、出戻りらしいです。一旦売って、ほんで育てたんやけど、恐怖心でまた返品して、返品というか引き取ってもらったみたいです。結局何匹おったかな、全部合わせて40匹ぐらいおったんじゃないですかね、大中小とね、はい。ずっと観察しとったんですけど、時々1匹がボーンってビビらすような感じになったら全員がドワーンと暴れたりするんですよ。まあ、何のスイッチが入るんか知らんけど、あとはちょっと飼いんか知らんけど、地面にボーンとね、ヒレを打つような感じ、はい。まあ、そんな時に後の魚、他の魚もみんな一緒にびっくりするような、すごいなんかその瞬発力というか威力というか、そういうのを感じました、はい。だからあれが蓋を飛び越えて押し込んでね、押し込んで、じゃあ蓋をこう、飛びなんていうのか日本語は分かれへん、突き抜けてじゃないな、突き押して飛び出すのは分かります。瞬発力っていうのはすごい、すげえ筋力です。なんか
例えて言えばアームレスリング、うん、まだちゃうかあのはボディービル、うん、まだちゃうか、なんかそんな感じになります。はい、分からんけど、今日ね、この大阪狭し大阪広き大阪ですけども、ピラルク積んで走ってる車俺ぐらいでしょ今ピラルク積んで走ってる車どこにもおらんでしょう今。はい、あれはあのシール貼ってる車発見、多分あれですよ、あこう言ってたね、多分なキングコング言ってたんちゃうかな、軽自動車が走ってます前に、アロワナのステッカー貼ってます後ろに、すごい白の軽バンボックス走ってますよ、アロワナのね、浮き彫りのやつ貼ってますと、はい、狭しといえ私アロワナ買いました、はい、とうとう買いました。買ったことないのに語るのは嫌なので、さっきも言った通り買いました。はい、そして今からね、うちの1500の水槽には入れれないぐらいの大きさなので、入れれないのね、そういうことで、1200の化石雲流の方に入れたと思います。ただ化石雲流もちょっと時々気が荒くなっちゃうんでおとなしいんですけどね、ちょっとスイッチ入ったりすると怖いんで、ちょっとまだサイズ的にね、ピラルクも大きい水槽じゃ無理なんで、一旦化石雲流の方に入れたいと思います。はい、では帰ってからね、また開封動画を撮りたいと思います。2本立てで今回は多分このままのお話で終わって、次回に、水合わせ、そこから、入水まで行きたいと思います。ありがとうございました。ピラルク積んで走ってます